こんにちは、高橋智美です。7月2日、札幌クラップスホールで、私のニューミニアルバムの発売記念ライブを行います。素晴らしいミュージシャンと共に、素敵な音をお届けしたいと思いますので、ぜひいらしてください。さんのミニアルバム、そして、そのレコ発ライブということでですね、今回私松本圭司が、いろいろ取り仕切らせて、いただいております。アルバムの方はですね、今回は4曲撮ったのかな。その4曲、サウンドそれぞれ全然違う方向性でですね、これまでの智美さんの、作風から、いい感じに広がって、仕上がったかなと思っております。曲も僕1曲書かせてもらってますので、そちらの方もいい感じかなと思っております。そしてですね、そのサウンドの方向性をなんかこううまくライブで、表現したいなと思ってですね、ライブの方はですね、割と特殊な、キーボード3人、そして、アルバムの方もたくさん、手伝っていただいたギターの織原さんとですね、そんな編成でですね、少し特殊な、編成になっておりますが、 いい感じに、世界観を表現できたらなと思っております。そして手前味噌ではございますが、私のソロピアノプロジェクトということでですね、それをオープニングアクトの方でですね、少しアンビエントな感じのアンビエントジャズというのかな、なんかそんな感じのものを新たにやってみたいなと思って、そちらのお披露目の日でもあります。というわけでですね、このアルバムと、レコ発ライブの方をどうぞよろしくお願いいたします。お疲れちゃん、ありがとうございました。頑張ったぞ、全部撮ったぞ。